昨年から真夏の決戦となった第60回を数えるオールスター競輪 G1、 今大会は残暑がかなり緩んでいます。今バンク上の気温は23度、風はバックが追い風、1センターから2センターに向けて風速は1メートルというバンクコンディションです。迎えるカードは第6レース S 級の特選競争です。では対戦メンバーです。1番が青森の新山恭平です。2番京都の村上博之、3番千葉の海老根啓太、4番が愛媛の浜田浩二、5番が千葉の中村博史、6番が福島の岡部義行、7番福井の野原雅也、8番が徳島の堤博史、そして9番が宮城の大月博典。以上9名によっての対戦です。次世代の近畿を背負って立つ野原雅也、今大会も見せ場たっぷりでした。2勝目を目指しての最終戦ということになります。連日の伸びが光る大月博典、ここもその直線でのキレに注目が集まりそう。さあ5コーナーって第6レース S 級の特選競争がスタート。まず中村博史が踏んでいきました。海老根と千葉コンビがタッグを組んでまず前に布陣していきます。風を受けながら中村が誘導員との距離を詰めていきます。あとは9番の大月博典が3番手から、6番の岡部が行って、それから新山恭平です。7番の野原雅也以下、西日本勢は後方で結束していきそうです。村上が続いて、それから4番の鎌田に、8番の堤がこの西日本4番手回りとなっていきそう。並びが前後入れ替わって整理されて、海老根、それから中村と千葉の2人が揃いました。あとは東北ラインは1番の新山恭平を9番大月が迎え入れて、岡部がここは東北ラインの3番手回り。岡部も初戦は2コーナー6番手あたりからまくり上げて、先行の吉田俊博を捉えて勝ち星を挙げております。ライン3番手、あとは7番の野原が後ろ攻めになりました。2番の村上博之がマークに入りまして、4番の浜田から8番堤と四国の2人がこの近畿を追走するような形になります。これで各選手の位置取りはどうやら決まったようです。さあトラッキングシステムによってラインの先頭レーサーがマークされておりますが、千葉コンビが2人、それから東北が3人、あとは西日本が4人、早くも野原が動きを見せました。野原はどう攻めていきましょうか。昨日は吉田拓也を突っ張っての金先行でした。初戦は番手はまったんですけれども、すかさずまくって出まして勝ち星を挙げております。さあこのあたり野原が3番手から発進か、1番新山も鼻息荒くいきます。さあここも野原、新世代のツートップ突っ張っていきたいところでありますが、一旦おっとガチャガチャとした音が、8番の堤が落車、波乱がありました。さあ前の方ですが、野原が合わせ切りました。あとは番手の位置に2番の村上が続いている、4番の浜田浩二、それから1番の新山恭平です。さあ7番の野原雅也、それから2番の村上、4番浜田、金からもうレッドヒートが展開されておりますが、どこまで粘り込めるか。7番の野原雅也、まだまだ射程圏内にある1番の新山恭平、さあそれから3番の海老根が後方に置かれてしまった。さあ1番新山がここからまくっていく。さあ2番の村上がブロックも、これはかいくぐった。さあ1番の新山、それから9番の大月、選手は競争中止してください。競争停止。さあ審判からは中止してください。競争停止。なお、お客様におかれましては車検お捨てにならないようくれぐれもご注意ください。ただいま競争停止を探したお客様におかれましては、車検をお捨てにならないようくれぐれもお願いいたします。さあ今放送がございましたように、まずはお手元の投票券大切にお持ちください。レース途中競争停止という放送が入りました。重大な事態で発生したという状況でもって競争が停止されております。審判放送もうしばらくお待ちください。そしてお手元の投票券は
お捨てになりませんように大切にお持ちいただきたいと思います。まもなく審判の方から詳細が伝えられるようかと思います。どうぞお手元の投票券はお捨てになりませんように大切にお持ちください。非常に稀な事態が発生したという状況であります。どうぞお手元の投票券はお捨てになりませんように大切にお持ちいただきたいと思います。公正かつ安全にというレース形態、事象が発生したということで今放送が入りました。審判からの放送をしばらくお待ちいただきたいと思います。そしてお手元の投票券はお捨てになりませんように大切にお持ちいただきたいと思います。お知らせいたします。ただいまのレースにおいて周回通告を誤って行いましたので競技規則第73条により第6レースは競争不成立といたします。なおお手元の車券はお捨てにならず投票所より放送をお待ちください。ファンの皆様には突然のことで大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。さて6レースですが審判放送が入りました。周回通告が誤って行われたということです。6レースは周回通告が誤って行われたということで競争不成立と発表されました。バンクでは7レースの選手紹介が始まっています。7レースは優秀戦が行われます。繰り返しお知らせいたします。ただいまのレースにおいて周回通告を誤って行いましたので競技規則第73条により第6レースは競争不成立といたします。なおお手元の車券はお捨てにならず投票所より放送をお待ちください。ファンの皆様には突然のことで大変ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。はい、いいよ。